ここからは、延岡市政タイムの時間です。今回は、東九州伊勢海道について、延岡観光協会の稲田淳さんにお伺いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いよいよ秋の風物詩、東九州伊勢海道が始まりましたね。はい。9月の2日から11月の30日まで、 え、約3ヶ月にわたってですね、はい、えー、埼玉市から延岡市の街道筋にあるお食事所やお宿、計30店舗にいて、 日報海岸で採れた伊勢海老を使った特別なコース料理が食べられるというイベントになっております。これ本当にすごいイベントですよね。採れたての伊勢海老が味わえるのも嬉しいんですが、毎年食べた後も楽しめる企画を用意していただいてますよね。そうですね。あの、コース料理を食べた方にはですね、海、はい、道札というものをお渡ししております。うん、えこの海道札を、えー、観光施設に持っていきますとこう、嬉しい特典がもらえたりですね、はい あとは、街道札に、えー、アンケートがついているんですけれども、このアンケートに記入をして応募されますと、抽選で伊勢海老1キロ相当が当たるというなどのお,たしお楽しみもついています。1キロですかこれすごいですね。<laughs> まあ食べた後ももしかするとまた伊勢海老が味わえるかもしれないというお楽しみがあるということですね。さて今年の特徴を教えていただけますかはい。 今回、あの、延岡からはですね、8店舗のお店が、この伊勢海道に参加をしておるんですけれども、はい、その8店舗はですね、どのお店もコース料理がですね、税別6000円の統一価格になっています、はい。あのたくさんお店がありますので、皆さんあのお店を選ばれるのに非常に悩まれると思うんですけれども、はい、え同じ料金ですので、安心してあの選びやすくなっているかと思いますは。 それぞれのお店で工夫されてるわけですね。どのお店に行っていいか迷う、ますます迷うかもしれませんね。はい。 またですね、11月のこれ30日までなんですが、はい、街道スタンプラリーというイベントをやっております。はい、これはですね、今あの配布しています伊勢海老街道のパンフレットの裏面になるんですけれども、うん、スタンプを押す欄がついてまして、はい、ここにあの佐伯と延岡の観光施設に置いてある観光施設の3箇所ですね、ここでスタンプを押すと、抽選でまた地場産品が当たるというこういうイベントもあります。ほう えー、ここに実際にその応募券があるんですが、観光施設10カ所のうち3カ所のスタンプを押すようになっています。食事をした後などに寄ることができる場所もありますので、ぜひご応募いただきたいですね。はい。また、あの、街道フォトコンテストの応募もこれ今、えー、実施をしております。こちらの10月30日まであの、募集をしております。 え、優れた作品にはですね、またこちらも伊勢海老1キロ相当が<ー>、はい、当たるほかですね、はい、えー、地場産品なども当たりますので、はい、あの、来年の伊勢海老海道のパンフレットにですね、いい写真はあの使用したり、あの、してますので、ぜひ、あの、お気軽にご応募いただけたらと思っております。えー、応募詳細等につきましては、あの、伊勢海老海道のパンフレット、もしくは、あの、公式ホームページにも載っておりますので、ご確認ください。 はい。えー、フォトコンテストは東九州伊勢海老街道筋のものであれば、何でも OK ということです。10月31日までですので、これも皆さんにご応募いただきたいですね。いろいろ教えていただきましたが、そもそもこの伊勢海老街道の始まったきっかけはどういったものだったんでしょうかはい。 え、もともとでですね、あの、延岡市に合併する前の北浦町。はい。それから、佐伯市に合併する前の釜江町。え、この二つの町でスタートしました。はい。で、え、それぞれ、あの、北浦は、宮崎県の一番北の端っこのどん詰まり。はい。あとは、大分県の釜谷南のどん詰まりということで。はい、はい。あの、だから、いろんなイベントをしたりとかですね。はい。PR をしてたところなかなかやはり、あの、広く情報が伝わっていかない、あの、町中の方まで、ーえー、PR をしても、 なかなか人が来てくれないということで、はいえー、共通の、まあ、悩みを持っておったんですが、うんえー、それぞれの町で、まあ、伊勢海老という、あのー、共通点を持っていますので、はい、この伊勢海老を使ったら、まあ、いろんな人が来てくれるんじゃなかろうかということでなかなか単独の町では PR できないものを一緒に、あのー、手をつないでやってみましょうということで、えー、始めたのがこの伊勢海老街道ですね。はい、はい えー、もうこれが伊勢美海道始まりまして、今年でも11年目になります。はあ、はい。もう、はい、お,おかげさまですっかり、あの、宮崎県北の、また大分県南の秋の定番のイベントとしてはもう定着しておるのですが、はい、昨年はですね、その約3ヶ月間で1万食を超える、あの、提供数を誇っております。あの、本当に秋の一大イベントに成長するようになりました。ええー。 一万食ですかこれはすごいですよね。やはり市外からも多くの方が楽しみに来られるんですね。あそうですね。はい。特にあの、昨今、えー、東九州自動車道の方が開通しましたので、はい、あのー、ここ近年は割と高鍋町とかですね、はい、都の城とか、そういった県央の方からもお客さんがあのたくさん見られるように、はいえー、なってます。 はあ、まあ、回を重ねるごとに多くなってると思いますが、ここに来てさらに増えているというね、このイベントでございます。まさに県と県をつなぐ大イベントになっています。では最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。はいえ。東九州伊勢美海道の参加点で使用している伊勢海はですね、日報海岸で水揚げされた本物の伊勢海のみを使用しています。 ですので、あの、今日は量が少なかったということで、県外から仕入れるようなことをしていませんので、はい、なかなか、あの、量が少ない時に皆さんに、あの、ご予約をして、えー、いただかないとですね、あの、ご料理、伊、え、勢、ー、がご用意できないという場合もありますので、えー、必ずあの、来店の際には、事前にご予約をしていただくように、えー、お願いをいたします。 しかしその分ですね、日方海岸で採れた本物の伊勢海老は、あの身の締まりも良くて、甘みも格別だということでご、ご好評いただいておりますので、えー、刺身や味噌汁などで、その美味しさを存分に味わっていただければと思います。まあ新鮮な地元の伊勢海老が味わえるということです。今回は東九州伊勢美海老街道について、 延岡観光協会の稲田淳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、延岡市政タイムお届けしました。